飛ばし、アームドブルーライトニングスピア。違うだろう。どうもアイトです。ようやくイクさんのラストワードを解放しました。前段期属性のようですね。そして攻撃前スペカ効果は相手全体の要望を2段階ダウン。さらにアリエの予言という弾幕には相手の防御を貫通する効果がある。それではラストワードの試し撃ちに行くぞ。僧侶娘様と一緒に赤魔理沙に挑戦するよ。お、妖精を一体倒した。1ターンで勝てました。イクさんのレベルを上げて絵札を調整すれば安定しそう。速力は天使よりもイクさんが上なので、必ずラスワで要望デバフを巻いてから天使につなげられる。天使はもちろん陽気よりのラスワを持つキャラとも相性が良さそうですね。とりあえず今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。